今回は住居やオフィスの安全対策について解説する。住居もオフィスも海外生活の拠り所となる。心してみることだ。そうです。今回のテーマは住居やオフィスの安全対策です。第8話はミスター G が日本企業の海外事務所の安全対策をチェックし、マニュアルを作成するというストーリーでした。これから3回にわたり海外生活のための注意事項を紹介します。今回は住居オフィス編となります。住居の選定にあたっては事前に現地の治安状況を調べましょう。その上でさらにどのような安全対策が必要かについて検討します。 1. 住居の所在地と周辺の治安環境。 2. 警察、消防、病院、スーパーなどの場所、そこまでの距離。 3. 住居からオフィス、学校、スーパーなどに至るルートの安全性。 4. 住宅自体の耐震性など。 5. 住宅仲介業者の信頼性については必ず確認しましょう。また渡航経験者、前任の勤務者、在留邦人、日本国大使館、総領事館などの助言を得ることは有益です。ただし前任者が住んでいたから大丈夫といった安易な考え方は避けるべきです。現地の治安情勢は変化しやすいからです。一般的に犯罪者は侵入が比較的簡単な住宅をターゲットにする傾向があります。周囲の住宅より自宅の安全対策が緩ければターゲットになる可能性が高くなります。したがって近隣の住民がどのような安全対策をとっているかを調べて参考としましょう。自宅の安全対策が周囲の住宅と比べて同等以上であるかを確認し、弱点となる部分があれば必要な対策を行うようにします。住居の安全対策を講じるにあたっては住宅に3つの防衛線を想定して対策を考えることが有効です。第1次防衛線では敷地への侵入を防ぎます。第2次防衛線では建物への侵入を防ぎます。そして第3次防衛線では寝室などに立てこもれるように扉や窓に鉄格子を設けたり、備蓄物資や通信手段を確保します。次にオフィスの安全対策です。主な確認事項としては 1. 治安環境や治安機関の信頼性。 2. テロの対象となりそうな施設の有無など所在地、周辺エリアの安全性。 3. 建物、駐車場の構造。 4. 雑居ビルであれば他の入居企業の情報。 5. 通勤経路の安全性。 6. 費用、利便性。 7. 耐震性があります。犯罪者は比較的侵入しやすい場所をターゲットにする傾向があります。近隣のオフィスがどのような安全対策をとっているかを調べ、周囲と比べて自社の安全対策が同等以上であるかを確認することが大切です。例えば入館者の確認は確実にされているか、警備体制は十分か、警備業者の信頼性は問題ないかなどについて確認を行います。また監視カメラ、侵入センサー、通信手段などについても自分自身でテストを行い、緊急時に機能することを確かめておくことが重要です。最後にもう一度心構えをお願いします。周辺と比べて同等以上の安全対策ができなければ、まずお前のところが狙われる。